はい、今日の給食です。わーい。今日はご飯、それからハムカツ、春雨サラダ、味噌汁、そしてデザートはみかん缶になります。はい、美味しそうですね。ではいただきます。はい、さあ何から食べましょうね。毎回迷っちゃいます。じゃあ今日はお味噌汁からいただきます。あ、今日はなめことお豆腐、それからネギが、ね、入ってます。おいしい。なめこのねお味噌汁も好きなんです、私。おいしい。早速、じゃん、ハムカツ。見てください、こんな分厚いんですよ。いただきます。サクサク。聞こえないですかね。聞こえないか、さすがに。すごいサクサク。このハムもね、すごい肉厚。おいしい。すごい、なんかすごいボリュームなんですけど、サクサクで軽いですね。重くない、全然のベチョベチョしてないですし、食べやすい。で、じゃん。はい、春雨サラダ、きゅうり、それからツナと人参なんかがね入ってますね。よいしょ。今日はマヨネーズね、あえてあるので、きっと子どもたちも好きな味付けだと思います。さっぱり。おいしい。残り半分のハムカツ。おいしい。ご飯が進む。おいしい。ね、ご飯自体もとってもおいしい。ね、年長さんなんか、食べる量もね、だんだん、今の時期まだそうでもないかもしれないんですけど、やっぱり1学期より2学期、2学期より3学期って、
食べる量がねすごい増えてきて、やっぱり今日みたいなボリュームがある給食は子供たちにもね人気なんですよ。あっという間に、ね、このブロッコリーも、おいしい。なんかお味噌汁飲むとこうほっとしますよね。なめここのぬるぬるプリプリが美味しくて大好き。はい。さあ、あとは春雨サラダだけになってしまいました。じゃん。よくあの中華風の春雨サラダなんかも出してくださるんですけど、どっちもね人気です。中華味もね子供たち喜んで食べる子多いですし、今日みたいにマヨネーズの味もね子供たち大好きなので、今日のきっとサラダも食べられる子が多いんじゃないかなって思います。はい。じゃあ最後はじゃん、今日はみかん缶です。いただきます。程よく甘くてプリプリ美味しい。じゃん、最後です。はい、あ、美味しかった。ということで今日もご飯もおかずもお味噌汁もそしてデザートのみかん缶も全部きれいに食べてしまいました。完食です。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。